ジェームズ・ P ・ホーガン、ジェームズ・パトリック・ホーガン、ジェームズ・パトリック・ホーガン、1941年6月27日から2010年7月12日は、イギリス・ロンドン生まれの SF 作家。イングランドのロンドンで生まれ、その西部のポートベロロードのあたりで育った。16歳で学校を卒業して、職を転々としていたが、奨学金を得て、 ロイヤルエアクラフトエスタブリッシュンとの工業専門学校で5年間、電気工学、電子工学、機械工学を学んだ。20歳の時最初の結婚を経験し、後にさらに3回結婚することになる。子供は全部で6人を受けた。いくつかの企業で設計技術者として働き、1960年代には販売部門に移り、ハネウェルのセールスエンジニアとして、 ヨーロッパ中を渡り歩いた。1970年代には DEC に転職して、ラボラトリーデータプロセッシンググループで働くようになり、1977年にはマサチューセッツ州ボストンに移住し、DEC のセールス訓練プログラムの運営を担当した。1977年、仕事の傍ら書き上げた、ハード SF、星を継ぐもの、インハレットザスターズでデビュー。 1979年 DEC を辞めて作家専業となりフロリダ州オーランドに移住したそこで三人目の妻となるジャッキーと出会ったその後間もなくカリフォルニア州ソノーラに移住した晩年はアイルランドで暮らしたハード SF の巨匠として日本では3度にわたって星雲賞を受賞したほどの人気を誇る1986年に つい市で第25回日本 SF 大会第3号が開かれた際にはハリー・ハリスン、トーレン・スミスと共に海外ゲストとして参加した。2010年7月12日、アイルランドにある自宅で心不全で69歳で死去。ハード SF に分類される。初期の作品は科学や科学者の感覚を伝えていた。科学はどうあるべきかという方眼の見解がその、 作品の多くに反映されている。それは、理論は、実証的研究にのみ基づいてまとめられるべきであり、理論と現実に不一致があるなら、捨てられるべきなのは、現実ではなく理論の型だ、というものである。この哲学は、月面で5万年前の人間の遺体が発見される、ところから始まる、ガニメアンシリーズによく現れている。その発見から一連の調査が行われ、新たな事実が、 次々と発見され、5万年前の宇宙飛行士の遺体がなぜ月面にあったのかについての理論が次々と構築され、捨てられ、置換されてゆく。また、ホーガ願の作品には、反権威主義的姿勢が反映されている。アナキズムやリバタリアニズムが小説の重要なテーマとなっていることが多く、技術革新がある種の社会慣習を時代遅れにするという主張がしばしばなされる。 例えば、制御された原子核融合が開発されれば、エネルギーは事実上無制限に入手可能になり、エネルギー資源へのアクセス制限は不要になるだろう。つまり、エネルギーは本質的に無料となる。このような科学と社会を結びつけた予測は、断絶への後悔に明確に現れている。この小説は、エリック・フランク・ラッセルの大いなる爆発の最小のもとになった短編。 アンドゼンゼアワーナンに強く影響を受けている。この作品では、ケンタウルスザ・アルファ生計のハイテクアナーキスト社会と、地球から独裁政治を持ち込もうとってきた宇宙船が、ファーストコンタクトを果たし、その後の出来事を描いている。この物語で描かれている概念としては、市民的不服従、ポストスケシティ、エネルギーや物資の不足が全くなくった社会はどうなるのかという仮説。 贈与経済などがある。日本語訳台なしは未約2015年8月時点。晩年のホーガ眼の作風はやや疑似科学に傾きつつ、あると一般に認識されていた。例えばホーガ眼は、イマニュエル・ベリコフスキー版の天変地異説を真剣に支持しており、エイズは HIV ではなく医薬品によって引き起こされていると信じている。エイズ否認主義参照。また彼は、 進化が無作為だという基本的証拠は全くないことを発見した、または進化論の決定的な反証を見つけたとしているが、神による創造論を代替として提案しているわけではない。また、地球温暖化やオゾンホール拡大についても会議的である。ホーガンはまた、歴史からの主流が主張するようなホロコーストはなかったとする考え方を支持し、アーサー・バッツや 歴史見直し研究所のマーク・ウェバーの著作について、勝利者によく書かれた歴史が言うことより、学問的かつ科学的で説得力があるとしている。そのような説は、方眼の科学的合理性に反しているように見えるが、彼はそれらの理論が彼の注意を引いたのは、そのプレゼンテーションの品質が高かったからだと繰り返し、述べており、 科学的理論は広く受け入れられているからといって、無条件で受け入れるべきでいいという姿勢は一貫しているとも言える、権威に訴える論章などを参照。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。